第4自動車加速撃兵士団は国家人民軍地上軍が有した士団の一つである。1956年6月、平営人民警察第3軍管区のエルフルトフ表機動隊を母体として第4機械化士団が設置され、同年11月30日に第4自動車加速撃兵士団と解消された。1990年10月3日、ドイツ再統一により、 ドイツ民主共和国は崩壊し、国家人民軍とドイツ連邦軍の統合が始まる。第四師団は連邦軍東部司令部に組み込まれた。部隊の構成はソビエト連邦軍の自動車加速撃兵士団とほぼ同一であったが、戦闘ヘリコプター部隊、戦車部隊の規模はより小さかった。下級部隊 T-55 戦車、フロック -7B 発射機編成当初の 第四師団では T-34 を主力戦車として運用し、1962年頃までに T-54 戦車への更新を終えた。また1987年頃には T-55 戦車に更新された。主力不評戦闘車としては、BTR-152、BTR-60、BTR-70 が運用され、後には、 BMP-1 も導入された。1990年の解散の時点で、第1師団は次の装備を有していた。a b コペンハゲン、ウィルフリード大ランドストライトクラフトデアンバ、モーターバッチバーラグ、シュトットガルト2003、ISBN3 から613022974、S1778 コペンハゲン、ウィルフリード、S39 コペンハゲン、 ウィリフリード S31 から35ありがとうございます。